はい、じゃーん、ね、これ僕がしてる、このグローブ手袋、これが今年、ね、この冬 OSP から発売になる、ね、OSP パームレスミドルグローブです、ね、とはいえ、ね、本当に寒い時に、ね、めっちゃあったかい、うん、それだけを狙ってもっこもこで、ね、物はつかみにくい、感度はない、そういうグローブと違って、どっちかというと秋から、ね、春先まで、ね、幅広いシーズンで使えるような、グローブになってます、ね、その、理由工夫をこれから説明します。まず、生地ですね、この、ね、ロッドとか握るようなシビアなところ、このアマーラ生地といって、ね、なるべく薄くて、ね、物もつかみやすい、うん、でもあったかい生地を、ね、使っている。で、あとはですね、この手首のこの長さも、長めです、ね、ちょっとこうやって、でアウターをかぶせる、まあ、こう動いてる時に、ね、よく短いとこう出ちゃって寒い、うんね、濡れちゃう、それも嫌だし、かといって長すぎても、ね、今度時計何時だろうって見る時にこうめちゃめちゃこうめくらないといけない、ね、使えない、なんで、まあ、ちょうど、ね、こんな感じで、うん、ちょうどになる。でちなみにサイズが SML の3サイズあります。で私の、こっちが、M サイズ、ね、でこっちの手は S なんです、ね、自分が身長170、正味169センチの T 並木が、の手がこんな感じで、うん、タイトに行きたいときは S でもいいし、うん、ちょっと手の大きい目の人だったら M サイズでいいでしょう。そうなんですね、うん、で、指先が空いてるのは基本一番、使用頻度の高い便利な3フィンガーが空いてるタイプ、うん、で、あとね、手のひらが、オープンパームレス仕様、うん、これだからこそロッドを握った時の感度も、ね、全く落ちないし、うん、寒く感じる外側はしっかり、ね、あったかい。これ、いやいやいや、並木さん、あの指先も特にここも、ね、寒いから何かあった方がいいよって思う人もいるかもしれませんが、これが完璧です。でなんでかっていうのをまた、お話しすると、なんとですね、実はここ手の甲に、ポケットがついてるんですね、うん、で、ここに何か入ってます。あれっつって、はい、これですね、アウターシェルグローブが入ってて、ね、まあ、抜けばすっきり でここに、北海道カイロを入れてもあったかいですね、うん、で本当に寒い、ね、もしくはちょっとこう走るよとかボートで走るよとか、うん、なんかそんな時は、こうすれば、ね、全部ガードできる、あったかい。でもなんかやっぱ指先使ってちゃんとね作業する、釣りをする、やっぱりこうこうなるね。であと本体生地ね、こっち側のメインとなる本体生地は、3レイヤーね、ソフトシェル素材、うん、柔らかいですね、ソフトシェル、それでいってめっちゃ高い。でそれは何でかっていうと、3レイヤー、つまり3層構造なんですね、この生地っていうのは、うん、3層構造で、その3層の真ん中の生地っていうのは実はフィルムを使う。でそのフィルムは、当然防水性、ね、防風性に優れてるからね、あったかいし水も入りにくい、うん、でなんと内側は肌に触れる部分は起毛です、起毛素材、ね、だから保温性に優れている、うん、滑りにくい、うん、まあ、そんな感じ、まあ、このね、どうでしょう、かなり完璧な、OSP の、まあ、ウィンターから、ね、秋、ね、春先、ドンピシャなグローブです。何でもできます、これ。